こんにちは。今日のテーマは小沢さんの時代はもう終わったのではないか、野党合流論の空疎な響きです。国民民主の小沢一郎さんがこのままの状況でいけば野党は自民党に勝てないどころか惨敗に終わると述べて、立憲民主との合流が失敗したことを批判しました。小沢さんは主催する政治塾で講演したんですが、講師として参加した共産党の志位委員長は、私たちは閣外協力でも良いと述べ、野党連合政権では閣外に入ることが前提であることを明らかにしたのには驚きました。共産党が閣外に入ることを国民は受け入れるのか。小沢さんは11日付の読売新聞のインタビューでも相変わらず歯切れが良かったんです。合流について政策は違ったっていい、名称は立憲民主、みんなが嫌といえば変えればいい、候補者を一本化しても党が違えば結果は参院選と同じと極めて明快です。政治のプロから見ると小沢さんの言うことは一理あるのでしょう。でも一般の有権者が聞けば、は？何言ってんの？と思うのではないでしょうか。特に政策は違ったっていいのくだりは全く受け入れられないはずです。今から30年ほど前、1991年に僕がワシントン勤務だった頃、小沢さんは海部政権の幹事長として訪米しましたが、アメリカの新聞は改革者来たるという見出しで小沢さんを熱烈歓迎しました。アメリカ人の記者に小沢ってどういう政治家と聞かれ、なぜか誇らしかったことを覚えています。世界が彼を見ていました。あの時が小沢さんの絶頂でした。2年後、小沢さんは細川守弘さんを主犯に自民党からの政権交代を成し遂げ、自らは影の総理として君臨します。しかし1年経たないうちに政権は崩壊し、自民に奪い返されてしまいました。小沢さんは2009年に鳩山由紀夫さんを主犯に再び政権交代を成功させますが、鳩山さんは9ヶ月後に退陣。小沢さんはその後、民主党政権の消費増税に反対して離党しました。またかと思いました。つまり有権者は小沢さんに2度騙されたと思ってるんです。最初の細川政権の時は許したが、2度目はダメでしょう。政策が違う人たちが政権を取ってもすぐに破綻するということは、小沢さんが身をもって教えてくれたんです。2度も、いや、もう一度やってみたらという人はよほどのお人よしでしょう。だから今回の合流協議で立憲の枝野さんも国民の玉木さんも互いに相手にすり寄ることをしませんでした。なぜならすり寄ったら終わりだからです。そういう国民の気分を彼らは分かっている。そこを小沢さんは分かっていません。小沢さんは平成の日本の政治に大変大きなインパクトを与えました。平成を代表する3人の政治家を挙げろと言われれば、小沢一郎、小泉純一郎、安倍晋三でしょう。小沢さんの評価は分かれますが、僕は時代が生んだ天才だったと思います。小沢、小泉、安倍の並びは織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の並びに何だか共通点があるようにも見えます。ただ小沢さんの時代は終わりました。今は静かに去るべきではないでしょうか。以上、平井文雄の本日の言わねばならぬでした。